はい、日本一早い格闘ニュースのお時間です。最初のニュースです。アンポルキアアホについてです。K1 元王者、喧嘩自慢パクリ王の50万円焼肉男、アンポルキアがアホ発言をしていましたが、アンポルキアがツイッターで以下のように話していました。3年ぐらい前に2人の対戦についてブログを書いてかなり叩かれたり、那須川天心くんにブロックされたりもしたけど、ついに実現か。タケルさんを全力で応援する、やってくれ。と、天心 VS タケル戦が実現することを K1 選手が漏らしてしまいました。本人たちが徹底して明言を避けているのに、なぜかアンポルキアが普通にツイッターで暴露していました。今日もアンポンタンなルキオタンでした。まだ50万円で焼肉パパカツでもやってほしいものです。次のニュースです。天心タケル 99% 確定におわせについてです。天心タケル戦が行われないかという空気が漂ってきた中、天心やタケル選手両選手とも 99% 確定の匂わせをしていました。天心選手はきっとサンタクロースってこんな気持ちなんだろうなとつぶやき、タケル選手は I can't wait と日本語訳で待ちきれないとコメントしていました。これは25日クリスマスに大発表があるというのを 99% 匂わせています。ほぼ確定ですが、一番寒いのが本当にただただタケル選手はクリスマスのプレゼントもらうのが好きで心待ちにしているメルヘンおじさんだった場合です。そうなった場合は格闘技ファンからソース感を食うでしょう。次のニュースです。朝倉未来格闘技界をまた小馬鹿にするについてです。雷神の公開練習が動画にアップされました。なんとここで朝倉のみっくんがやらかしました。もちろんわざとだと思うのですが、30秒しか公開練習を行わず、しかもそれが明らかに手の抜いたしょうもないシャドウを披露していました。これは炎上を狙った炎上マーケティングだと思います。ここまで小馬鹿にした公開練習はないでしょう。そして手抜きにも程があるなどアンチに叩かれたいがばかりにふてぶてしい態度でやっていました。しかし炎上するどころか動画のコメントは昔に戻った感じでかっこいい、ミクルらしくないのが逆にいい、手の内を見せないのはすごい作詞だなど炎上どころかファンの方々に絶賛されていました。今回はエージョンマーケティングを失敗したようです。今日も愉快なぬるま湯アナゴルでした。次のニュースです。雷神片乳女な失業についてです。雷神において片乳を見せ、出場選手よりも頑張って雷神を盛り上げてくれた雷神片乳女こと川村夏希ちゃんが失業のようです。なんと大晦日の雷神に呼ばれていないみたいです。僕個人としてはキングカズの次男息子カズより片乳女夏希の方が見たいと思います。おそらく今回は乳なし女くるみちゃんが出るのではないでしょうか。くみちゃんで我慢です。次のニュースです。白川陸と浮気発覚です。朝倉チームの初期係、白川アホの子ダーク天然ポテト品切れリクトですが、浮気が発覚しました。アウトサイダー時代、マクドナルドでアルバイトし、ポテト揚げ揚げグランプリで地区優勝した白川アホの子ダーク天然ポテト品切れリクトですが、今回マクドナルドを裏切り、今更のタピオカ店でしょうもない動画を上げていました。ポテトからタピオカに浮気したようです。どうでもいいニュースです。次のニュースです。天才脇役芦田ちゃん快挙達成です。地味強ブレイブの地味地味お兄ちゃん天才脇役芦田ちゃんが快挙を達成しました。なんと前戦で金原選手に豪快に KO 負けしたにもかかわらず、生意気にも TBS ラジオに出演し、芸人のララランドさんと共演したようです。絶対聞きません。快挙達成です。以上となります。それではさよなら、さよなら、さよなら。